ゃあキネクトってなんだっけっていうところから振り返ると、これであ、いけそう。でもさっきさ、検証して理系のオカルト犬の里と井野です。よろしくお願いします。よどすよどすそういえばそういえばということでね、はい、ちょっとこの風景と立ち位置に見覚えがある人いると思うんですけど、わざわざまた桜木神社に企画編を取りに来てますと。はい聖地巡礼聖地巡礼行けようかのまだね、桜木神社の探索一人検証見てない方はぜひ見てもらいたいですね。そうですね、うん、で今日はずっとね、前から言われていたゴーストチューブの、モーションキャプチャー、まあ、いわゆるキネクト検証について、まあ、理系岡のちょっと考察をしていこうかなと思います。あと追加でスターモカメラもですよね、 SLS の。あ、そうですね、はい、うん、SLS の、サーモグラフィーがどれぐらい信憑性があるのかとか、まあ、そういったのをちょっとね見ていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますで、まず巷でキネクト検証って言われてるじゃん。はいね、うん、いやそんなの言われなくても分かってるよっていう人いるかもしれないけど、うん、そもそもキネクトじゃないんだよね。そうですね、キネクトではないですあの、正すと、はい、うん、確かにモーションキャプチャーっていうくくりでは一緒かもしれないですけど、うん、まあ、精度だったりとかはキネクトとゴーストチューブの SLS は全くの別物ですと、はい、じゃあキネクトってなんだっけっていうところから振り返ると、はい、もうかれこれ十何年前にマイクロソフトが Xbox 360のゲームコントローラー用として発売されたのがキネクトなんですよね、はい、その当時はね結構革新的で、何もコントローラーを持たずに体を動かすだけで遊ぶことができるっていうものです、はい、ただ十何年前にキネクトが発売された時はそのゲームコントローラー用として発売したのに、キネクトのね、あの今画像が出てるかも分かんないですけど、あの機械を簡単にパソコンにつなぐと、あのキネクトの機械に詰まった高度なセンサーの値とかを簡単に取得することができるっていうので、遊ぶ目的以外にも研究目的でも結構ね、あの流行った時期があったんだよね実は。はい、で、まあ、なんで俺がこんなキネクト熱量あるかっていうと、実はその大学で一番お世話になってた、そういうガジェット制作とかハードウェアを教えてくれた一番大好きな教授がキネクトを使っていろいろ遊んでたんだよね。ほう、自分がキネクトの研究に直接関与してるわけじゃなかったけど、なんか面白いことやってんなと思って、だからちょっとねキネクトについては他の人よりは横で見ていた分少し知識がある感じでした。じゃあ実際にちょっとゴーストチューブ SLS を使ってみましょう。とにもかくにも一旦使ってみますか。そうですね、はい、ああ認識されてますね。はい、こんな感じで人型に認識されたものを棒状に映ってますかね。映ってます。これがいわゆるゴーストチューブの SLS ですね。はい、はい、でゴーストチューブ SLS はその iPhone 自体に、よしがね、 iPhone 自体に離れていても人を検知するセンサーが仕込まれてるわけじゃないんですよ。なんでその単にカメラとして映し出した映像の中で人型に見えるものをひたすら棒人間として出してるっていう仕組みになってますと、はい、でキネクトはあのどういう仕組みでモーションキャプチャーを実現してるかっていうと、2つのパターンがあります。はい、十何年前に初代が出てから2代目で今最新型の合計3世代あります、うん、で初代と2代目と最新はあの一緒のパターン、はい、でキネクトで十何年前に例を捉えたって海外で流行ったのは初号機なんですよね。おで2代目と最新型は初号機とは方式が違うんで、着目すべきはこの初号機がどうやってどういう仕組みでモーションキャプチャーを実現してるかっていうところです、はい、で初号機は、赤外線のレーザーパターンを照射してドット状の、はい、で小さいドット状の多さ
一面にバーって照射したら、はい、物があるところだけ物が近くにあったらそこだけドットの色が大きかったり、はい、歪んだりするのをキネクトの機械が読み取って大量にデータ計算することで 3D としてスキャンしてる方法です、うん、で iPhone もね実は赤外線を照射する機能自体はついてるんですよね。そうですね、うん、ただ iPhone はねあの内側にしかレーザーを照射する機能はついてなくて、そうですね、内カメだけですね。内カメだけ、うん、フェイス ID っていうのがありますけど、はい、まあ、あれで iPhone と顔認証、うん、顔の距離を正確に測るために内カメだけ赤外線を実は照射されてます、はい、ただ背面には搭載されてません、はい、仮に背面にキネクトみたいにレーザーパターンが照射されてそれを利用してゴーストチューブのモーションキャプチャーが実現されてるんだったら結構キネクトに近い精度でモーションキャプチャー実現してるんで、はい、幽霊が干渉してる余地がもしかしたらあるかもしれませんが、うん、まあ、実際に iPhone の背面に搭載されてないのを考えると、まあ、単純にカメラの画角で人型に映ったものを棒として表示させてるだけという感じになってます、はい、まあ、とはいえ実際に内カメで赤外線が照射されてるところを見たい人もいると思うんでそれちょっと撮ってみますか。はい、はい、ちょっと持ってってもらっていい？これビデオカメラも。はい、こんな感じで、はい、点線ですごい僕の顔に点がいっぱい出てると思いますけど。出てますね。まあ、キネクトの初号機の赤外線をレーザーパターンで投影してるのも、まあ、今映ってるのと全く一緒の技術では一緒あります。はい、おお、服のところまでついてる。この一つ一つの点のサイズを一個一個データとして処理して物の距離を測ったりとか、うん、サイズを認識したりしてます。はい、はい、で今iPhone の、まあ、内カメがどういう感じに出てるのか、うん、まあ、見てもらったと思うんですけど次にゴーストチューブの内カメの時にどうなってるか、うん、まあ、見てもらいましょう。はい、はいはい、今ゴーストチューブの内カメを映してます。おピカピカ鳴ってるね、はい、で僕を映すと、うん、使われてるね。点点点なってます。なってます。なるほど、 iPhone の内カメの時と同じように。うん、その状態で棒人間表示されてる。さすがにあの明かりがないんで、ああそうか見えてないですね。ってことはこんな感じで見えてないです僕が。そもそもってことはさ、はい、レーザーパターン使われてないね。暗くてもレーザーパターン使ってたら、うん、赤外線のそのレーザーのサイズとかを読み取れば別に明るさは関係なく棒人間表示できるはずだ。確かに、うんうん、多分 iPhone の内カメの機能としてレーザーパターンが出てるけど、うん、ゴーストチューブの機能としてはデータを取得してないから、まあ、ゴーストチューブの画面には棒人間が映らない、うん、うん、って考えられますね。考えられますね、うん、はい、なので、はい、iPhone の内カメだけに赤外線のレーザーパターンは搭載されてるけど、はい、まあ、実際にゴーストチューブ SLS でもね外カメの時はそもそも iPhone に実装されてないからレーザーパターンはない、はい、で内カメの時はゴーストチューブ SLS を立ち上げてる時もレーザーパターンが投影されてるけど、うん、実際に棒人間としてデータが活用されてないんで、もうゴーストチューブ SLS モーションキャプチャー単純に明るいところで人型に見えたものを棒人間として表示させてるだけっていうのが言えると思います。はい、はい、まあ、なので冒頭で話したようにゴーストチューブはキネクトカメラではないと。そうですね、いうことになります。じゃあ次にゴーストチューブ SLS のサーモグラフィー、はい、これもね気になってる方多いと思うんでアプリのサーモグラフィーがどれぐらい信憑性があるのかっていうのを検証していこうと思います。はいはい、はい、じゃあ今ゴーストチューブ SLS 立ち上げてます。はい、これをね右側でスライドして今表示されているこの画面、
コーストチューブ SLS の中のサーモグラフィー機能です、はい、まあと言われてるやつと言われてるやつね、はい、確かにこれがねどれだけ信憑性があるかっていうのを確認したいよね、はい、なんで、まあ、手っ取り早く温度を生むことができる北海道今井野さんに持ってもらってます。温めてました。で力岡には自作してるサーモグラフィーがあるんで、まあ、こっちはねちゃんと iPhone には搭載されてないサーモグラフィーカメラなんで、これとちょっと比較してみよう、はい、これで、あ、いけそう。でもいや持ってもらってますね。じゃあそのホッカヘルをカメラの前に近づけてもらっていい？はい。で、北海道は暑いんで、あ、暑かったら赤く表示されるはず。はい。で、右側の自作の方のサーモグラフィーは、北海道の部分だけが真っ赤に表示されてるのがわかります。はい。でも、ゴーストチューブの方は、光が当たっている右側だけが赤くなって、影ができてる部分だけは青くなってます。なるほど。一回さ、反対の手で影を遮ってもらっていい？こう。あ、そうそうそう。ああ。こういうことですね。そういうことです。僕の手で影を遮ってないところが赤くなってるってことですね。はい。でも、サーモグラフィーは変わりはない。サーモグラフィーは変わりはない。ちょっとサーモグラフィーね、画質が荒くて分かりにくいけど、左右反転してるけど、うん、北海道の部分はずっと赤い状態ですね。ってことは、ゴーストチューブの SLS のサーモグラフィーは光の強弱に反応してるってことですね。そういうことです。はい。っていうのが分かりました。はい。はい、なので、はい、ゴーストチューブ SLS のサーモグラフィーは、はい、まあ、光の強弱でそれっぽく見せてるだけですと。ですね。が答えです。はい。はい、だってね、そもそも iPhone にサーモセンサー搭載されてないもん。はい。そう。搭載されてたら iPhone に接続する用の赤外線カメラとかいらないですからね。いらないと。サーモカメラ。で、繰り返しになりますが、iPhone にはサーモセンサーが搭載されてないんで、普通に自分もさ、アプリで iPhone にサーモセンサー搭載されてないけど、サーモグラフィーっぽく見せたいなって、開発を考えるとしたら、はい、まあざっくり光明るいところは熱持ってるよねみたいな、はい、ああそうですね、うん、もうそういう切り分けで表現するしかないと思うんで、だからまあゴーストチューブ SLS のサーモグラフィーは実際にはそれっぽく見せてるだけだけど、まあでも賢いなと思ったね普通に。そうですね。なんていうかこれって後付けだと思うんですよ。おゴーストチューブの制作者が、うん、これはサーモグラフィーの画面だって言って作ったんじゃなくて、うん、多分後から、あ、そういうこと？あの、ね、こういう心霊系 YouTuber 界隈の方が使っていく中で、うん、これはサーモグラフィーなんじゃないからサーモグラフィーになったっていうのが多分あ、そういうことだと思ってます。なるほど、ね、だから僕らは勘違いです。あ、そうなんだ。多分制作者の根本の考え方的には多分そういう意図で作ってないと思います。あ、まあ、確かになんか公式ウェブサイトにも一個一個のフィルターについて説明されている記事見つけられなかったんだよね、うん、そうかもね、うん、考えたら。いや、にしてもなんかそう匂わせるような作りだったけどね。確かにね。っていうことですね。ちょっと今の説明でピンときたかあれですが、サーモグラフィーについては明るさの強弱で色をつけてる感じですと。光の強弱をはっきりさせる画面って思えば、まあそれを心霊につなげようと無理やりつなげようとしたらですけどね、うん、なんか幽霊はたまに影が映るとか言うじゃないですか、画面に、うんうん、だからその画面をあった時に人型に青い色が出たら面白いんじゃないかなと思いますけどね、うん、ああそうだね。確かにそれを捉えられたら怪しいし可能性はありますね。うん、その遊び方というか、まあ、検証の仕方はできるかもなと今思いました。確かにね、うん、使い方次第な気するな、それ聞いたら。はい。今ゴーストチューブ SLS の普通のモーションキャプチャーとサーモグラフィー、まあ、他にもいろんなフィルターありますけど、今回この2つに集約させて考察しましたけど、実際さ、
例にどれだけ干渉してるかどうかじゃん。そうですね。どれだけ自分たちの懐疑的な検証の糧になってくれるかどうかだと思うんですよ。これまでの考察を踏まえて、まあ例が関与してるかどうか答えると、はい、わかりません。わかりません。わかりません。結果わかりません。わかりません。まあそれはどのアプリというかガジェットにおいてもそうですけどね。結局のところわかりませんが、まあ行き着くところなんですけどね。なんかね、いや理系だから鋭くそこは言ってよみたいな、鋭い切り口でみたいな、うん、あるのないのはっきりしてよみたいなコメントがね来るのがもう今のうちから頭をよぎりますが、うん、なんとも言えないんだよね。というのもさっきさ検証して、なんかえらいガサガサになりますね、うん、なんか動物いそうっすね。動物か、うん、まあ人じゃなければそのゴーストチューブの棒人間の検知する能力はめちゃくちゃ高いと思うんだよ。そうですね、うん、なんかちょっと暗いところでもさ立ってたらちゃんと人型に検知してくれる。はい、まあ、検知が良すぎるからなんか壁のシミっぽいやつとかさ、なんか電柱とかも棒人間が出るけど、うん、出ますね。木とかでもね出るよね、うん、いろいろバババって、はい、でもなんか自分たちも心霊で探索してるときさ、自分の視界がパッと見たときに隅から隅までこう集中して見れてるわけじゃないじゃん、はい、でゴーストチューブ SLS はちょっとでも人型に見えたら棒人間として表示させてくれる検知能力はものすごく高いから、うん、視認性は、はい、だからついつい人間の目だと見逃しがち、実は霊がアピールしてて、はい、主張してくれてるのに、うん、そういう人間の、ね、ヒューマンエラーじゃないけどその見逃しがちなところまでゴーストチューブのあの視認性の良さはカバーしてくれそうな気がするんだよね、うんうん、という意味でちょっと完全に霊が関与できるアプリじゃないよって否定はできないっていう結果になります。はいまあ、この結果は正直前ねゴーストチューブの動画で上げたやつにも言えることではあるんですよね。僕らが単純に、まあ、信憑性は低いって思ってるだけで、うんうん、ゼロではない。なんかやっぱり僕らがこうやって解説して説明していく中で、うん、ああやっぱり違うんだって多分個々の思う方はいると思うんですよ、うん、やっぱり違うんだっていうだけで、否定まで持っていくんじゃなくて、あくまで僕らの見解ではそうではないっていうだけで可能性はゼロではないです、うん、っていうのは踏まえてこの検証結果を理解してほしいです。まあそうですね、1チャンネルの意見です。はい、だから何かしら他のガジェットで反応があった時に、まあ、1ガジェットとして、うん、一つのデータとして使ってみるのはありかなと、うん、どっかの場面でね。そうですね。じゃあ今日はさゴーストチューブ SLS の考察だったけど、うん、じゃあキネクトの初号機だったら可能性あんのって話もあると思うんで、はい、単純にキネクトじゃなかったっていうだけなんで今のは。そうだよね、はい、その最近ね自分たちの新しいガジェットでさその赤外線を可視化できるかもしれないみたいなものも取り入れてるし、幽霊は赤外線なんじゃないかっていう説もあるんで、はい、キネクトの初号機はもうさっきも言った通り赤外線のレーザーをもう物理的に放って、でレーザーのそのサイズドットのサイズが違うのをちゃんと確認してからオブジェクト化人として棒人間として表示させるんで、はい、なんかそっちの方がなんかもし人型に移ったら信憑性がかなりあるなと感じてます。はい、というわけで、はいはい、もしねちょっとこの考察で分かんないとこあったらコメントでねまた聞いてもらってもいいですし、はい、あと他にもこういうガジェットとか機械とかアプリとか、はい、考察してほしいなんて要望がありましたらいつでもコメントお待ちします。お願いします。ではチャンネル登録、高評価、ぜひ何でも思ったことコメントでもいいですし、まあ、ツイッターの方でもね、DM いただければ見てますので、あとメールアドレス
に送ってくださっても全部見てますのでコメントください。よろしくお願いします。それでは理系のオカルト研以上になります。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。